北海道テレビ放送、北海道テレビ放送株式会社、北海道テレビ放送、北海道テレビジョンブロードキャスチング仕様、LTD は、北海道を放送対象地域とするテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関総事業者である。略称は HTV。コールサインは、JADTV。リモコンキー ID は、6、アン。 テレビ朝日ネットワーク系列に属する在京キー局の系列局では初の大出力 UHF テレビ局である番組表データ放送アダムスの北海道地区配信局であった2006年2月28日をもってサービス終了 HTV では地域情報も提供しクラークという名称が付けられた年一本のペースで1時間のスペシャルドラマを 自社制作、全国放送しており、中でも2000年放送の、光の街はギャラクシー賞奨励賞や日本民間、放送連盟賞優秀賞などを受賞。アメリカ合衆国エミー賞のファイナルまで進んだが、アメリカ同時多発テロ事件の影響で、本戦は行われなかった。他にも2002年放送の、夏の約束、2004年放送の、6月の桜で、 文化庁芸祭賞優秀賞を受賞している。使用されている放送設備は開局当初から NEC 製が多い。テレビカメラも南平岸第一スタジオ2代目大型、中継車、半用中継車、創生スクエア第一と第三スタジオは池上通信規制である。また、HD ノンギニア編集システムには、カノープス HDWS-1000 システムを採用している。 テレビ朝日系列で数少ない予報業務許可事業者であるもう一局は愛媛朝日テレビ企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの出展南平岸社屋は札幌市豊平区平岸四条十三丁目十番十七号にあった南平岸時代は社屋の最寄り駅である札幌市営地下鉄南北線南平岸駅の 自益案内スポンサーになっていた。HTV が開局するまでの間、北海道地区での日本教育テレビ、ネット、現在のテレビ朝日の番組は、ネットが放送を開始した1959年、昭和34年から、札幌テレビ放送、STV が放送していた。これは STV が準教育局として、免許を受けたためで、午前中の学校放送のほか、 午後のネットニュース、朝日新聞ニュースの題名で放送等をネットしていた。しかし、学校放送と一般番組を抱き合わせにしてのネット拡大に動いた、ネットの方針に STV が反発。これにより1962年、昭和37年以降、ネットの番組は、学校放送も含め北海道放送、HBC が優先してネット受けすることとなり、STV は、 フジテレビ系列の番組を大幅に増やし、フジテレビの7都市機関ネットワーク方針に乗り一気にクロスネット化が進む。これによって道内では HBC が TBS 系とネット系の番組を、STV が日本テレビ系とフジテレビ系の番組を放送することとなる。一方、UHF によるテレビ局の大量免許発行の知らせを聞いた。 北海道財界は相次いで新放送局の設立に向けて動き出し、数社が競り願する状態となったが、最終的に実行力に富んだ岩沢康氏、当時札幌トヨペット社長岩田岩尾、当時岩田建設社長を中心とした同民放送が免許を獲得し、その後競り願いしていた他社を合併して北海道テレビ層が設立された。この時、 当時北海道に拠点局がなかった富士テレビとネットの双方から系列入りの勧誘を受けたが、HTB は STV とつながりがあった富士テレビよりも熱心に開局手続きまでバックアップをしたネットを選択した。ただ、HTB 開局後もしばらくの間ネットの一部番組は HBCSTV で朝日新聞ニュースは STV で放送されていた。また、 北海道文化放送 UHB が開局するまでは STV の編成枠が埋まり放送できなくなったフジテレビ系の番組を一部放送していた。なお、HTB には朝日新聞の他に読売新聞の資本も入っており、開局後の数年間はタイアップを行っていた時期もあり、現在でも読売新聞の CM が時折放送されているものの1973年、 昭和48年以降、読売新聞は STV との関係を強めていった。また、開局以来 HTV では、読売新聞ニュースを放送していない。1989年、平成元年10月に、テレビ、東京系列のテレビ北海道、TVH が開局するまでは、土曜競馬中継、演歌の花道、ザスターボーリング、 キャプテン翼といったテレビ東京系の人気組が番組販売やスポンサードネットの形で放送していた。HTB 初代社長であった岩沢康氏は HTB の他にトヨタ自動車系カーディーラーの札幌トヨペットトヨタカローラドートトヨタオート南札幌レンタカー事業を行うトヨタレンタカー新札幌ハイヤータクシー会社の金星自動車 学校法人希望学園、札幌大学を創設し、初代理事長を務めるなど数々の企業や、学校法人を経営。一時期は、岩沢コンツェルンと言われるほどの一大企業グループを築き、成長としても名をとどろかせていたが、後に、株投機の失敗により、親会社の札幌トヨペットが、経営破綻。1981年、昭和56年には、 子会社の HTB も影響を受け連鎖倒産の危機に陥ったが、テレビ朝日や朝日新聞などの朝日新聞系列各社が HTB に救済出資し、倒産の危機を免れたのを契機に、朝日新聞系列各社との結びつきが強い放送局となり、現在に至る。札幌市は1987年頃より、 中央区北一条西一丁目と同区大通西一丁目の2区画にツインタワーを建設する計画を進めており、平成に入ってからは創生1.1、一区、創生3区として再開発事業を進めていた。計画はバブル崩壊と共に停滞していたが、2区画のうち北1、西一の区画にオフィスや劇場、放送局などが入る複合施設、 札幌創生1.21、一区北一西一地区第一種市街地、再開発事業を先行して整備することになった。当初放送局としては、NHK 札幌放送局が入居することになっていたが、NHK は単独建設に方針転換。代わって、HTB が入居することを表明したため、NHK は再開発組合から離脱した。 札幌創生1.1、一区北一西一地区第一種市街地。再開発事業は札幌創生スクエアという名称になり、HTB は同ビルの高層胸地下1階から地上7階までの約1万3000平方メートルに入居。これは南平岸社屋の約1.7倍の広さとなる。今まで中央区のオフィスビルに分散されていた営業局も集約され、 関連会社もすべて入居する。南平西社屋は2018年、平成30年9月14日まで業務を行い、放送は9月16日まで2代目となる。創生スクエア社屋は9月18日より業務を開始した。放送は9月17日から。南平西社屋は移転後、HTB 開局50周年記念作品となる。連続ドラマ、チャンネルはそのまま。 2019年3月放送開始予定のロケに使用されるが、跡地の活用は未定である。創生スクエア新社屋の1階にはイベントができる、エントランスロビーも整備される。なお構想を胸には、系列新聞社である、朝日新聞北海道支社が先行して移転している。これによって、北一条通り沿いに FM ノースウェイブを除くすべての、 テレビラジオ局が集約される形となった。いずれも運用停止、1980年に新刊が完成するまで、スタジオは、ニューススタジオのみだった。地上デジタル放送の送信書は2005年10月に、完成、STV と共同使用。中継局、デジタル送信書は、t v h を除く、民放各局と NHK が共同で、新設。 2007年10月1日より放送開始した。送信鉄道は NHK 民放が共同使用、新設した送信局舎は民放各局のみ使用。中継局送信アンテナには指向性がかけられている。地上デジタル放送は2007年8月30日に試験放送開始。2007年10月1日より本放送開始。 函館ガビア中継局は2013年1月よりガビア地区テレビ受信組合によるキャップフィラーでの送信を開始したことにより廃止された。中継局、おしゃまんべ町や薬膜町、旧薬膜町地域など都道総合振興局北部でも受信可能。地上デジタル放送は t v h を除く民放各局が共同でデジタル送信書を新設し、 2007年10月1日より放送開始。中継局地上デジタル放送は2007年10月1日より放送開始。単独局舎でアナログ送信所の鉄塔と局舎を継続しよう。中継局送信所施設は STVTVH と共同しよう。h t b 単独のアナログ送信施設をデジタル送信施設に改修したもの。 地上デジタル放送は2007年10月1日より放送開始。中継局、地上デジタル放送は NHK 釧路放送局と TVH を除いた民放4局が共同で送信書を新設2007年10月1日より放送開始した。鉄道、UHF 送信アンテナは後から開局した TVH を含めて共同使用するが、 局舎は別途新設した TVH を除き共同使用している。BR、アナログテレビ送信所は1969年11月に、串路市海塚一丁目、NHK 串路送信所近隣に単独で開局。高さ132メートルのアングル鉄道と送信局舎を備えていた。2014年11月に解体撤去。 中継局、一部の番組は、系列局でもネットされている。インは、他社地上波テレビ局に番組販売されている番組。は、過去に、インプレス TV で配信されていた番組。は、自社ブロードバンド動画配信サービス、HTV 北海道オンデマンドで配信されている番組。年現在も継続中、一部開局後しばらく放送されていたものも含む、 北海道音天気ライブカメラと称して以下の道内各地に設置。いずれも YouTube で視聴可能。北海道テレビは広大な北海道の広域性から他の地域でいうと府県にあたる多くの地方振興局、市長でそれぞれの地域別地方紙を発行していることを踏まえ、同局のホームページデータ放送を利用して各地方紙の記事のダイジェスト版を掲載している。 提携している地方紙は次の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。